ロアール・ストランは、ノルウェートロンハイム出身の元サッカー選手、元ノルウェー代表、現役時代のポジションは MF。エリテセリエン最多出場記録保持者及び最多リーグ優勝経験者。トロンハイムに生まれた、ストランは、1989年のデビュー以降から2010年に引退するまでの間で1993年の、 モルデー FK への期限付き遺跡を除いて、ローゼンボリ BK 一筋でプレー。ポジションは主にミッドフィルダーをしており、たまにウィングやウィングバックでプレーした。ローゼンボリでは、国内リーグ戦16度、カップ戦5度の優勝を経験しており、国内大会で600試合以上に出場し、21期連続でトップリーグの舞台で得点を挙げた。 UEFA チャンピオンズリーグのでは11度71試合、予選を含めると100試合に出場した。また、国内リーグ最多出場記録保持者である。2008年9月21日の日曜日に、ハムカム戦で国内リーグ出場数400試合を達成し、2009年4月19日の日曜日には、国内リーグ戦、国内カップ戦、欧州カップ戦、ロイヤルリーグの 全公式戦含めて、ローゼンボリで600試合を達成した。また、トップリーグの舞台で21期連続得点を挙げた、ことで、マンチェスターユナイテッド FC のライアン・ギグスと共に、欧州のシーズン連続得点記録を保持しており、世界的に見るとペレに並ぶ記録であり、ロマーリオの23シーズンに次ぐものであった。 2009年9月17日に全ボリビー系との契約を1年を延長し、2010年に現役引退をした。1986年から1989年まで各世代別代表を経験し、1990年から U-21 代表で10試合6得点を記録した。A 代表としては、 1994年6月5日に 1994FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のスウェーデン戦で初出場を飾り本戦の一員に選出されたが出番は訪れなかったその後は2003年に代表引退するまでの間で 1998FIFA ワールドカップと UEFA ユーロ2 0 0 0に出場ノルウェー代表通算42試合4得点を記録した ローゼンボリビ k ケありがとうございます。